平成29年7月26日、阿蘇市内の牧の阿蘇市農村環境改善センターで、阿蘇が漕ぎ出す新たなツーリズムによる地域活性化策の事業方針発表と、復興応援キリン絆プロジェクトの熊本支援贈呈式がありました。阿蘇が漕ぎ出す新たなツーリズムによる地域活性化策とは、阿蘇市が熊本地震からの創造的復興に向けた取り組みとして、自転車を活用した観光誘致事業を行うもので、この度、キリングループの協力のもと、公益財団法人日本財団から、復興応援キリン絆プロジェクト熊本支援事業として、1000万円の助成を受けることとなりました。市長挨拶では、佐藤義興阿蘇市長が、今回支援をしていただくことになり、大変心強く、エネルギッシュに事業に取り組んでいきたいと述べました。その後、阿蘇市から事業方針として、草原の中をサイクリングする大草原サイクルツアーや、カルデラを一周するサイクリングモデルコースの確立をしていくなどの説明がありました。続いて行われた、復興応援キリン絆プロジェクト熊本支援贈呈式では、キリンビール株式会社麻生義彦熊本支社長と、公益財団法人日本財団の荻上健太郎経営企画部長から、麻生市長に復興応援助成金1000万円の目録が手渡されました。